白沢出張所と白沢車庫前バス停、仙台市交通局。白沢出張所は、宮城県仙台市青幕城、愛子あざか13枚田30番地の位置にある、仙台市交通局自動車部の出張所。川内営業所管理。校内は、庁舎と整備工場、給油施設、洗浄施設、車庫、バス停留所を設置する。営業所イラストマークは2り。 1943年に仙台市に買収された定義乗り合い自動車は、開業から陸前白沢駅前に車庫を設置していた。市営バスに買収後も使用されてきたが、所有台数の増加により広い車庫用地が求められたこと。また陸前白沢駅前の車庫用地が、借用地だったために、それを変換する必要から、新たに愛子よりの国道48号沿いに、 設置された。青葉区宮城総合支所地域のほとんどと、大白区秋穂町を事業範囲としている。出入庫系統は少なく、仙台駅と白沢車庫を結ぶ系統が、毎時一本程度運行されている。桜見線や定義線など、観光路線を担当する反面、八つ森線、二口線は、市営バスでも、有数の過疎路線である。 市営バス事業効率化の一環として民間委託が開始されたが、その第1号として2006年4月1日より JR バス東北に車両運転業務を5年契約で委託することになった。配置車両は原則として三菱。熊が、根橋、定義館がフリー乗降扱いとなる。青野木下から畑前北館がフリー乗降扱いとなる。 全員系統川内営業所と共感。並木二口間がフリー乗降扱いとなる。佐並駅バス停で発車を待つ八つ森線2019年度の営業係数は仙台市営バスの全路線で最悪の1497であった。2021年4月のダイヤ改正で廃止。日課今八つ森間がフリー乗降扱いであった。 市営バス、白沢車庫前バス停は、仙台市営バスの停留所である。バス停は、白沢出張所構内にある。ありがとうございます。